六角出た。今一度犬屋さんに向けようとした。
50ゲームまで連れて行かれたけど、仕込んボーナス回数では浅いところでラッシュに入るので辛いですが続行するようです。ほぐし固めた、ほぐし固めた、ほぐし固めた、ダイスラッシュ。ボロボロ終わるよ。もうやだ。業界用語で言うところの駆け抜け。常連さんからおにぎりもらった、ありがとうございます。49ゲーム熱いんじゃないかな。やっぱりじゃん。ボーナス。微妙かなこれ。これでどう？目障り。やった。ボーナス確定だぜ。狙って。ああ、涙が止まんない結果になりそうです。涙だわ。ほぐし固めた。ランチャンネル。ボーナス2回目かこれ。ボーナス確定だぜ。狙って。ボーナス。ああ、ゲロゲロ。怖い。ゲロゲロ。あ、いや、熱い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 。2回目だボーナス。こっちも2回目で入ってる。356当たった。
ダメだ。もう泣きそう。407よかった。これ高設定さ、卑怯、この台絶対ないよね。涙なんだけど。セッション丸最高の瞬間を見せてやるぜ。なんだこれ。頑張る。よかった。シュワルツネッガー、拳高めた。
った。ボーナスターゲームだぜ。ないわこの台マジで。いや、そんなふざけてはないと思うよ。初渡りというか、ラッシュまでそんなにハマってないやん。ただ、ラッシュでまとまった枚数を出せないだけで、自分の引きの悪さを、台のせいにしてはいけないんだぞ。ぶった切りスラッシュ！めっちゃ結果入りやすい。プロのお兄ちゃんが言ってたけど、やっぱ結果が入りやすいから設定のあれ関係あるかもって言ってた。うまい焼きそばソースだよ。ダメだなこれ。拳固めた。拳固めた。
拳固めた。待ちしろ。ちょっと負け。画面だけいっちゃまいなんだよマジでよ。はい、ただいまの時刻10時40分。はい、6のデータを見せよう、みんなに。はい、6です、これが。これが6です。何これ、まず何、本当に涙が出てくる。これが6なんです。悔しい。拳固めた。疲れた。他の台のね、グラフはもうこれお金結構やばい、やばい。お疲れ様でした。出玉朝から打って、しかも結構早打ち、1393枚、投資38,000円、設定6なのに。今社員さんに6角出たんですけどっつったら、店長が2代目今日はすごくいい設定ですって言ってたらしいよ。6やん、6角出ましたよっつったら、お疲れ様でしたって言って、泣きそう、もう泣きそう。ランチャンネル、はい、お疲れ様です。ちょっと今日ね、別撮りでね、この間のイニアシア設定6、農工大の、感想を言っていきたいと思います。イニアシア、セッション終わり。はい、ということでね、約3時半ぐらいですね、設定6、試作、農工のね、H 終了後に画面出たのが。で、2回で出ました、画面は。と、その悪役の敵、高設定農工。まだ2回ぐらい出たかな。はい、データ見てもらった通りね、なんだろうね、どうせだったらすごいパンって来たらおもろいけど、ずっとまっすぐ蛇みたいなねグラフでしたけど、打った感想といたしましては、前日ね感想してるんですけど、犬屋社次の日にね、あって6の台座れたのに、はい、マイナスです。38,000投資のマイナス 11K でしたね、今回。6の鬼武者、朝から閉店まで売ってマイナス 11K、はい、なんですけど、厳しいね、厳しい、本当に厳しい。でね、次の日も乾燥したんですね、はい、6の次の日もう乾燥したんですけど、犬屋社なんで6で乾燥もできずこうなるんだろう結果と思って、ちょっと結構悔しかったです。ただ6打ってて思ったことが、月下にめちゃめちゃ行きやすかったです。本当に。他の台と比べても、マジで月下にすごく入りました。すごい。こんだけ月下入るっていうぐらい月下入りました。あとは、AT に入るまでがめちゃめちゃ軽かったです。まあ、よく AT はすぐ当たるんですよね。ボーナス1回引いた後に大体入るとか、スルーしても2ぐらいでしたね。で、やたら AT もちょくちょくバンバン入るんですけど、多分まあさ、結果自分の引きが弱くて、伸ばせない。だいたい300枚で終わっちゃうっていうのが、多かったです。あの台で最大枚数、1600枚ですね、取ったの。で、すぐまた当たって、まあ合算して2000枚ぐらい一時期出たんですけど、そこから全然もう300枚、400枚がもう限界ぐらいです。なんでね、設定6だからといって、勝てる台でもないという。ただ逆に言うと、低設定でも出るってことですね、あの台きっと、はい、出ると思う。その差、なんかね設定1でも出ると思う、あれは。いや、さ、設定6だからといってね、万枚狙えたかとか、そういうわけでもなかったっていう、ね、悲しい結果でしたけどね。どうですか、イニアさん、みんな打ってるかな。投資は結構かさむと思うんでね、イニアさん、こう心折れる方たくさんいると思うけど、本当出るときはすごい早いんで、ぜひ皆さん、まだ打ってない方いったら打ってみてください。低設定でも出る
きたいです。一応ただ金の吸い込みは5号機並みにやばい。めっちゃ吸い込むと思うけど、みんな頑張ってね。うちは結構犬やしゃそれでも好きなんで、あの後もどんどんお店に行ってるんですけど、勝ってます運がよく。なんでぜひ座ってない方いたら犬やしゃ打ってみてください。で AT 終了後プッシュしてね、画面下出ると思うから、そういうボタン遊びの楽しみをやってみてください。また3分40秒、4分ぐらいになった、長くなりました。じゃあ今からまたパチ屋行ってきます。今日は朝湯にコーン行ってきます。朝湯にみーちゃん、ね、YouTube 最後まで見てくれた方ありがとうございました。結局ランちゃんはユニコーンを打つことはなく、鬼武者、いや犬夜叉を打ちました。そして